まず今日このスタジアムに集まってくれたサポーターの皆さん、そしてこのセレモニーを企画してくれた会社のスタッフの皆さん、今日僕をこの場に立たせてくれたチームのスタッフと監督、そして認めてくれたチームメイトにまず感謝したいと思います。ありがとうございます。変わる素晴らしさ、変わらない美しさ、このスタジアムにはこの2つがあると思います。必死で生き残るための戦いがあって、それを見守ってくれる優しさがあるから、僕にとっての9年間はこれに気づかされる時間でした。何も恐れず胸を張り戦え、王札幌、王札幌。このサポーターの声、この歌がとても弱くてとても下手だった僕にどれほど勇気を与えてくれたか分かりません。そのおかげで強がってでも前を向きながらサッカーをすることができました。手術後しばらくして子供とかけっこをすることもできなくなって、夢を見ても夢の中ででもうまく走れなくなる自分を見て、今日の日のことを考えるようになりました。心と体が本当に一つなんだなと思いました。体はいつでも使える道具だと思っていた自分が恥ずかしくもなりました。だから何度も何度も謝って、今日のこの引退の決断を僕自身の全部でしました。そうして今ここにいますが、自分が思っていた以上に寂しくて、思っていた以上に悲しいです。でもこうやって僕の終わり際をこんなにたくさんの皆さんに見届けてもらうっていうのは幸せなのかもしれません。そしてこの切ない余韻がこれからの僕の人生にいい色をつけてくれるんだと信じています。サッカー選手が僕にとってこんなに素晴らしかったから、僕らのチーム、僕らのサポーター、ありがとうございました。活躍しきれなくてすいません。僕の家族、僕の友達、そして僕のサポーター、本当にありがとうございました。おかげで素敵な思い出がたくさんできました。僕は絶対忘れません。最後に今日は僕の大事な息子の誕生日なんです。だからこの日を去年までと同じように楽しくて幸せな日として記憶したいと思います。
9年間本当に楽しかったです。ありがとうございました。そしてこれからもコンサドーレ札幌をよろしくお願いします。会社クリエイティブオフィス級代表